こんな感じで完成です。でこのリボンにはこの東洋帽のオリエステル折り紙を使っています。これかなりキラキラして綺麗なホログラムの折り紙です。着色はちょっとホワイトを入れたんですけど、ホワイトを入れずにピンクだけで作ったらもう少しこのホログラムが透き通ってキラキラした感じになります。あとやっぱりデコデンといえば大きいバラのパーツとアクリルストーンっていう感じなのでいっぱい乗せました。このハートはいつものパーツクラブのモールドです。はい、そしてもう一つ作りました。もうすごい大きい4センチぐらいあるストーンを使っています。これはアマゾン、このストーンはアマゾンで買いました。ちょっとよく見るとクオリティは低くてちょっと安っぽい感じがするんですけど、それが逆に懐かしくて可愛いと思います。これまだこんなにあるから、すごい、でもなんか照明に当たるとすごいキラキラこれあんまり綺麗なプラスチックではないのでちょっと傷ついてたり曇ってたりするものがあります。デコデンに近いケースは今年何個か作りました。こういう真っ白いのとか、こういう天使とフレームのやつも作ってます。
近は何でもシンプルっていうかミニマルなデザインが主流なので、もうこういうのは流行らないと思うんですけど、まあ、こういうの本当大好き。まあ、ちなみにネイルはこういう感じで赤も使ってクリスマスっぽくしました。はい、今日はこれで以上です。デコデンスマホケースを作りました。見ていただいてありがとうございました。バイバイ。